これほらみんな梅怖がってるよ。私たちは野犬を中心に保護活動を行っているシオンの会に向かっている最中です。なんでそこに向かっているのと思った方もいると思いますが、それは動画の最後までのお楽しみです。到着して早々スタッフの方に許可をもらって、この広い広い北海道感あふれる敷地を散歩させてもらうことになりました。またどこまで行くの？隣の道どこにあるんだろう。よし、疲れちゃったの？まだこんなあるよ。やっとの思いで U ターンしたのですが、まさかのここでバテ気味の梅さん、私たちは無事帰れるのでしょうか。お、またテンポよく歩き始めてくれたぞ。ワンちゃんを散歩中の方々が道を譲ってくれたのですが、あれ、梅の様子がなんだか。おい梅、またそっちに行ったら振り出しに戻っちゃうよ。なんとか無事に帰ってくることができて、次はワンちゃんたちのいる方向へ向かう梅でした。ワンちゃんたちびっくりするよな。大丈夫かな。ごめんね。やっぱり大体のワンちゃんは梅の存在にびっくりする傾向です。ごめんね。豚って言うんだよ。豚って言うんだよ。ごめん。急がの梅もこれだけ吠えられてびっくりしてるかな。これこれ。草刈り始めた。梅さん、これだけのワンちゃんに吠えられてるのに前ワールドすぎませんか。よっぽど草が美味しかったのか、敷地内の隅々まで物色していました。さすがにワンちゃんがかわいそうなので避難してきました。寒いっす梅さんね。寒いっす。私なんぼ羽織ってねんですわ。寒いっす。この日はハラハラすることも多かったですが、たくさん動く梅を見れて満足した一日でした。シオンの会の皆さんには本当感謝です。ありがとうございました。さあ、ここで皆さんも気になっているでしょう、なぜ私たちがここに来たかというその訳とは。
ほらこっち行って、ほら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 。そうなんです。シオンの会に向かっていた理由とは、新しい家族虎鉄を迎えるためだったのです。これからの梅チャンネルには虎鉄も登場すると思いますが、皆さん今後ともよろしくお願いします。ちなみにシオンの会の YouTube の動画、こちらもチェックしてみてくださいね。梅梅梅チャンネル登録よろしく梅チャンネル。